は海洋ゴミについて考えたことはありますか？長崎県は海岸線が長いので、県民一人一人がしっかりと意識すべき問題といえます。美しい海を守るために活動する人たちを取材しました。長崎市柿止まり、弁天白浜海浜公園に黙々と清掃活動をする人たちの姿がありました。彼らは長崎海援隊、長崎大学環境科学部と水産学部の学生を中心としたグループです。長崎の海の環境を守るために月に1回浜の清掃活動をしています。ゴミの中で最も多いのは家庭から出たプラスチックゴミです。で、今特に国際的に、プラスチックのゴミ問題が、上がっているので、ぜひ私たちもそういうプラスチックのゴミ問題について、市民の皆さんだったり地域の方々と、活動を通して考えられたらなと思います。それは何だろう。これなんかポリタンクですけど、はい、多分日本のじゃない。本当だ。これ表記だったり。このゴミは初めて見ましたね。はい、これ多分中国の応急用、なんか非常用の水なんですかね。はい、結構海外のものもあるんですかね。そうですね。海外のものも目立ちますけど、でもやっぱりいろいろ調査していくと、やっぱ8割以上は日本のゴミっていうのが多いですね。今回の清掃活動はおよそ1時間。これだけのゴミを拾いました。そして長崎海援隊は子どもたちにもっと海のことを知ってほしいという思いから、ワークショップなどの啓発活動もしています。その一つがこちらの漂流物から作ったアート作品です。なかなか子どもたちってゴミって言ってもなかなかですね、難しい部分もあるので、アートを通して、海ゴミについて子どもの時から、知ってもらうと、大人になって、ゴミ問題についてもっと深く考えるかなと思います。これからですね、もっと、ゴミ問題というのは多分深刻化していくと思うので、地域の方々と一緒にゴミ問題を考えて、まずはゴミを出さないっていう、環境づくりをしていけたらなと思います。海洋ゴミのほとんどが町や家庭から出たゴミと言われています。未来のために自分自身で今できることから始めてみましょう。海と日本。